大体あの iPad に入ってる順で歌ってるとこれとこれが出て続く。プカプカだと黒の船歌フランシーヌの場合に入ってるのが岡林信康の手紙シリアスシリアスって、そこで必ず笑いがひょっこりはんが出てきちゃうので次のも次のシリアスな歌を歌うのも怖いんだけどもうまあイージーモードで行くって決めたので笑ったら笑ったなりで、でも大真面目に歌わないと。岡林信康の手紙私の好きなみつるさんはおじいさんからお店をもらい二人一緒に暮らすんだと嬉しそうに話してたけど、私と一緒になるのだったらお店を譲らないと言われたの。私は彼の幸せのため身を引こうと思ってます。二人一緒になれないのなら死のうとまで彼は言った。だからすべてをあげたこと悔やんではいない。別れても悔やんではいない。もしも差別がなかったら好きな人とお店が持ってた部落に生まれたそのことのどこが悪い何が違う。暗い手紙になりました。だけど私は書きたかった。だけども私は書きたかった。よかった、笑わずに。ちょっと一部分この感想の音が出ないところあったけど、まあ歌は間違えずに笑いも出ずせっかくのシリアスな名曲をぶち壊すことなく、よかったよかった、うん。悔やんでは悔やんでは笑っちゃったら悔やんでも悔やみきれないので悔やんではいない
何言ってんだ。